こんにちは、松井です。今スターバックスで、東京ビッグサイトのねスターバックスで撮ってるんですけど、今日はね、あなたに、そうですね、この間の土曜日に配信した、木曜日かなに配信されたジュニアコピーライターのね第2回のまとめについてね、シェアしたいと思ってこうやって動画を撮ってます。周りの音がねうるさいかもしれないんですけども、勘弁してくださいということで、ね、今日は話はどんな話かっていうと、まあ、巷のコピーライターですよね、まあ、普通にいるコピーライターさんと、そのジュニアコピーライター、その60万円のプログラムに入って半年間でね、年収600万円を稼ぐコピーライターになる人の違いは一体何なんですかっていう話が、今回のねジュニアコピーライターの第2話で発表されたので、それについてあなたにシェアしたいと思うんですよね。で、めちゃくちゃ面白いんですけど、これ何が違うかっていうと、土台なんですね。土台で、そのコピーライターの土台って何ですかって、これ実は体なんですよ。体、そう、肉体なんですね。だから肉体の部分からコピーライティングを考えるっていうのがね、もう本当にアホだなって思うんですけど、まあ、そんな感じでね、コピーにとって最も大事なことっていうことがね公開されてました。で、そのコピーの中で最も大事なことは何ですかっていうと、実は相当ビビったんですけど、ビビ言えてないですね、ビビりまくりなんですけど、興味ありますかねそうか、興味ある人はね、最後まで見てほしいと思うんですけど、これ何かっていうと呼吸なんですよ。呼吸、そうで、僕たちコピーライターっていうのは、そのね、ビジネスっていう現場の戦場で一番前線で戦う戦士なんですよね。で、昔仙人さんがミスター X っていうね、そういう風な名前で活動してた時に X クラブっていうものがあったんですね。まあ、いくらぐらいか忘れたんですけど、1000万円セミナーの内容を教材にした X クラブっていうのがあって、その中でそのマーケティングをやるっていうのは、例えるならば2キロ先のホテルにね到着すれば現金1億円と美女とセックスができるってね、そういう風な条件でその2キロを歩けば OK だけど、その途中で2、3回お腹を刺される、お腹を刺される、ぐさっとね、そんな中でもこう行くっていうのがマーケターっていうね話があったんですよ。これどういうことですかっていうと、まあ、マーケティング、こうやってねいろんな動画を撮って広めたり、まあ、Facebook ライブをやったり記事を書いたりしたら必ず批判されるんですね。批判、否定、鬱陶しいやつが現れるんですよ。で、そういう人のその批判っていうのは肉体的にこう刺されるのと同じぐらい痛いよっていう話なんですよね。どうですかね、あなたはこう、なんだろう、何かをね、あなたが話をしてキモいとかバカかとか、なんかいろんな批判を食らったらどう感じるかちょっと思ってほしいんですけど、いや、心が痛いっすよね。いや、まあ、本当に僕もね、何度もあるんで本当に分かるんですけど、でもその痛みを耐えて前に進んでいく必要があるんですよね。やっぱそのためには何が大事かっていうと、こう肉体とか健康とか体とか脳の状態とかね、そういう土台、肉体なんですよね。で、その肉体に最も影響を与えているのが呼吸ですよっていう話があるんですよね。で、この呼吸ってね、考えてほしいんですけど、例えば食べ物を食べなくても大体90日とかって生きられるじゃないですか、水さえ飲んでいれば。で、水がなくても大体2週間ぐらい生きれるんですよ。でも呼吸って例えば3分止めたら、まあ、相当やばいと思うんですよねそう、3分ぐらいで相当やばくなる。それぐらい呼吸ってすごい大事っていうこともあるし、あとはこの体の中のリンパっていうのがあって、リンパって何ですかっていうと、まあ、人間の体っていうのは70% ぐらい液体でできてるんですよね。まあ、ちょっと想像してほしいんですけど、例えば目玉ありますね、あなたのこの目玉、この目玉をくり抜いてこうペチャって手でやったら、なんですかね、砂みたいにサラサラってならないと思うんですね。ベチャってなるとかブチャってなると思うんですよね。液体になると思うんですよね。他にもこう睾丸をバチンと蹴り上げたらこう血液が出ると思うんですよね。そう、そんな感じでね、爪をベリって剥がしたらそこから血液が出ると思うんですよね。なんで、なんて言うんだろう、人間の体っていうのは液体なわけですよ。で、その液体の中でも実は人間の体の中で一番大きな部分を占めてるというか、大量に流れてる液体っていうのが実はリンパ液なんですね。これ血液だと思われがちなんですけど、実はリンパ液なんです。で、このリンパ液っていうのが細胞から出たうんち、細胞の排泄物と、あと細胞に栄養を運ぶっていう、実はこの2つの役割を担ってるんですけど、このリンパ液っていうのは実は問題があるんです。どんな問題かっていうと、リンパ液って心臓みたいにポンプがないんですよね。ポンプが、だから血液って心臓というポンプで体を循環するじゃないですか。でもリンパ液って循環しないんですよ。じゃあどうしたらいいのっていうことなんですよね。で、このリンパ液を循環させるために一番
効果的な方法っていうのが実は深呼吸なんです。深呼吸、そう、だからこの深呼吸をやることでリンパ液がねこうスムーズに流れて、あなたの集中力が上がって、もちろんコピーの質も上がって、頭の回転が良くなって、いろんなアイデアが出て、ビジネスアイデアも出てね、お金も稼いでいけるっていうことなんですよ。なんでこの呼吸を大事にしないといけないということなんですけども、じゃあ深呼吸ってどうやったらいいんですかっていうと、こう何秒吐いて何秒吸って何秒止めてとかねあるんですかって言うと、実は全然なくて、ただゆっくり吸ってゆっくり吐けばいいよっていう話なんですよね。なんでちょっとそれを意識して、1日そうですね 2,3 分でいいんで、ゆっくり吸ってゆっくり吐くっていうのをねやってほしいなって思うんですよね。そうでね、まあ、こんな話をしてると、いやそんなことはいいから、もっとコピーの書き方とかね、どんな文章がお客さんがびっくりするのかとかね、そんなの教えてくれっていう話になると思うんですけど、いや本当に気持ちはよくわかるんですけど、そういうテクニックっていうものは結局人間の器ができた人が自然と行う行為の模倣なんですね。進化した人たちがこう自然とやってる行為をシステム化したものがテクニックなんです。なんで最終的にそれを無意識に使うためには、なぜそのテクニックを使うのかとか、なぜそのテクニックが有効なのかっていう意味、裏側のその背景が分かってないと意味がないよっていう話なんですよね。で、まあ、つまりどういうことかというと、テクニックっていうのも大事なのは土台なわけです。なぜそのテクニックを使うのか、どういう考え方がそのテクニックを支えているのかっていうことが、まあ、本当に大事なんですね。これ僕が本当に今まで全然稼げなくて、もういくら書いても反応が取れなくて誰も買ってくれない、そんな状況から少しずつね稼げるようになった段階で本当に思うのが、やっぱりこの土台の大事さなんですよね。でもう一つ言っときたいのが、僕たち油断するとついついテクニックに走るんですよ。なんかラポールとかね、なんかこうミラーリングとかなんか分かんないですけど、そういう風なテクニックに走ってしまうんです。で本質を忘れるんですね。なんでこの本質の重要性っていうのは、本当に何度も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 繰り返し、振り返りたいなって思います。なんでね、今回この仙人さんの言ってる呼吸っていうところをね、僕もこだわって、ゆっくり吸ってゆっくり吐くっていう時間を、まあね、1日3分間ぐらい取ろうかなって思ってます、ね。まあ、実際本当にそれでコピーの質が上がるのかって言ったら、僕自身も疑わしいと思うんですけど、まあでも仙人さんの言ってることってこう大体 ね本当かなって思いながらやってみるとうまくいくので、そういうふうなことをね、やっていこうと思いました。でこの肉体が土台っていうのはね、あなたがどんな仕事をしていようと全く関係ないと思うんですよね。まあ、どんな分野でも必ず体と脳っていうのは使用すると思うんですよね。まあ、つまりこの体の管理メンテナンスっていうのは、言うなれば仕事道具をしっかり手入れするっていうことなんですよね。だからあなたがね、もしプロとしての意識があるんだったら、やっぱりこの肉体っていうののメンテナンスっていうのを怠らないでほしいと思うんですよね。特にビジネスをやって、もうビジネスは戦場ですから、ライバルがいっぱいいて、みんなが戦ってる世界なので、その世界でね本当に戦っていくんだったら、この体っていうのを意識してほしいなって、そんな風に思います。ってことで、まあ、今日のね、今日のテーマはジュニアコピーライター第2話のねシェアだったわけなんですけども、このね呼吸っていうのを意識して、そして、その次に何を意識すればいいのかとかね、そういう風な話が、まあ、展開されているので、あなたがもしね、今日の話面白いなって思ったら、ぜひねこの下のリンクをクリックして、ジュニアコピーライターの1ヶ月無料なんで、ぜひね参加してほしいなって、そんな風に思ってます。はい、ってことでまたね、次回ですね、何かあなたにね役立つ情報とか面白いことっていうのをシェアしていきたいと思うんで、はい、今日も最後まで見てくれてありがとうございます。また会いましょう。バイちゃん。